はい、どうも HS ガレージ岡ちゃんです。今回から作業の方ね、本格的な作業やっていこうかなという感じです。で、初めねガレージの中に入れたんですけど、ちょっと作業しにくいということなんで、やっぱ外出してやることにしました。で、今はですねグローブボックスを外してるところです。ここはもうネジで数箇所止まってるだけで、それをまあ外して引き抜くっていう感じで終わりですね。で、これねパプリカの時はですね、なんか段ボールじゃないんですけど、まあ、そういうちょっと紙質でできてたんで、もう汚れたまままたつけてたんですけど、これはちょっと汚れがきついで、なおかつプラスチックの素材やったんで、はい、このように水洗いしました。で、ここからねもう早速見えてるところのナットを外してる状態なんですけど、この、まあ、メーターパネルというか、まあ、全体なんて言ったらいいんかな、このフェイスパネルっていうのか、フェイスパネルじゃないなまあ、パネルのところですね。は、1、2、3、4、5、6、7、何箇所やったかな、ちょっと7箇所か8箇所ぐらいがね、ボディからボルトが出てて、で、それに対してナットで止まってるって感じやったんで、まあ、ちょっと今1個ずつ外してるんですけど、まあ、外し方、外す順番とかね、全く分かってないんで、ちょっと段取り悪い感じになってるんですけど、まあ、こういう風にね取れへんところとかはラスペネで、はい、拭いてます。で、まあ順番、実際はねまずはステアリングを外して、で、その後にまあメーターですね、メーターを外す。で、まあデッキとかね、まあ、さっき外したグローブボックス外して、で、まあその後にですね、ブロワーっていうんですか、ブロワーダクトっていうんですかね、窓フロントガラスに向かって風が走るようになってるダクトがあるんですけど、そこのダクトをねちょっと外す、今多分それを外してるんやと思うんですけど、そこを外して、で、まあ何もない状態にしてから本体を外していくって感じなんですけど、で、なんでこの本体を今外してるかっていう、あれがですね、上の黒い部分あるじゃないですか、ダッシュボードっていうんですけど、そこを今回ちょっと修正したいなと思って外してるんですよ。で、これまあそのまま直す人もいればって感じなんですけど、ここはちょっと劣化が厳しいんで、もう抜き取って、はい、作業していきます。出てきた。今日なんかいっぱい出てくるぞ。また鉛筆や。これは。これ。あ、ちょっと待って、これ。
待って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 、めっちゃいいの出てきた。これお、やっぱめっちゃいいの出てきた。これあの後でこれね、このステアリングの本のホームボタンについてるトヨタマークなんですよ。トヨタマーク、 T マーク、やば、これ出てないと思ってた。よかった、やば、めっちゃテンション上がった。ここよ、ちょっと夜やからあんま声出さないんですけど、ほう、ほう、やば、やば、マジテンション上がる。ちょっと待って、めっちゃほんまやった、叫びたい。ちょ、静かにしとく。そうでも、やった、何かなと思ったら、はあ、ラッキー。はい、まあここのねステアリングのセンターのボタン、ホームボタンがあるんですけど、ここのカバーというかエンブレムですね、はい、これがねなぜか出てきたっていう感じですね。いや、もうだいぶ嬉しかったですよ、ほんまに。まあね、もう多分めったにないというか、その部品だけで多分出てこないんじゃないかな、もう、うん、同じようなね、例えばガーラとかで作り直すんやったらできるかもしれないですけど、オリジナルが出てきたことはねむちゃくちゃ嬉しかったっすわ。で多分前、その初代のオーナーさんかなんかわかんないですけど、うわ、外れたしっていう感じでダッシュの上にポンって置いてたんでしょうね。うん、うん、それが、まあ、今回僕がダッシュボード外そうとしたことでできたという奇跡が起こりました。ここあの上にねスピーカーあるんですけど、引っ張りすぎてスピーカー本体につながってる配線がちぎれましたまああの別にスピーカーを使うことは、まあ、今回ないんで、まあ、いいでしょう。でこれあの何回か揺すってるところがあるんですけど、これねあの揺すってどこがくっついてるのか、まだどこが外れてないのかっていうのをちょっと確認してる感じですね。はい、でここでですね、やっとねハンドルの外し方が分かったんですよ。このタイプね、どこで止めてあんのかなと思ったらね、センターにグッて押し付けて、でこういう風に回したら外れるっていう仕組みになってるみたいです。これ全然分かんなかったです。最後の最後までほんまに苦戦しそうでした、ほんまに。でここね、まあパプリカの時みたいにね、こうまずはステアリングのセンターのナットを緩める。で緩めるだけで全部抜かないんですよね。全部抜いちゃうとステアリングが抜けた時にこっちに飛んでくるんで、今回はすごいスムーズに外れましたね。前回あのパブリカの時はね、もうごっついごっつい工具っていうんですかね、はい、それ使って外したんですけど、これはもう固着もなく一瞬で外れてくれました。で、前回パブリカで苦戦した時の様子がこちらですね。まあ、こんなね、あの大掛かりなことをせんでも今回はいけました。まあほんまにもうちょっとね、ハンドルが響いてたんで、無理やったらステアリングプーラーっていう工具を買ってやろうかなと思ったんですけど、まあそれも用意することなく今回は終わることができました。
ないじゃん。はい、大物摘出完了ですね。まあこれをね、ここから直していく感じになります。OK です。じゃあ一応ね、外れたんで、まあどんな状況かちょっと見ていこうかなと思います。で、まあステアリングなんですけど、まあ、こういうとこがね、ひび割れしてたりとかね、こことかね、結構ここもか、まあ触ってそんな違和感なかったらそれで良かったんですけど、ちょっと段があったり、ここ結構ねきつい段ができてるんで、これ手引っ掛けた時に痛いかなと思って、よし、まあこの辺はちょっとリペア修正ですね、していこうかなと。真ん中とか、まあこの辺とかはね、まあもうこのままでもいいかなと。あんまり触りづらいとこではあるんですけど、まあできるだけ直してみようかなっていう感じで、はい、やっていこうかな。直せるかな、ちょっと一回ねやっていきましょう。で、まあステアリングはこんな感じなんですけど、問題はこれですよ。まあここはね、まあそれす、まあ、まあ傷はあるんですけど、まあそこまで気にはならんかなっていう感じですね。この辺はちょっと日焼けしてるっすけど、まあもともとです。問題はこれですよ。こういう、生きてるのがここからここまでしか生きてないです。あと全部端っことかは生きてるっすけど、ちょっとこっちがですね、倒した場所、上のとこですね。こんなんどうやって直すの、これ。押せば押すほど割れていくっすね。こんだけ浮いてるんですよ。こっちも、ね、このまま生きてるでしょ。で、直すとしたらここ、ここっすね。で、ここっすね。で、ちょっとね、裏を見たんですけど、パプリカの時はね、裏からネットで止まってたんですよね。ただ今回のものはそれがないんで、まあこんな感じで見た通りボンドでついてるっすね。一回剥がして大変ね、これ。まあでも頑張って直すか。はい、とりあえずね、イラン部品をね、ここのパネルは外れるんですね。このパネルは、パネルとかメーターとかは外して、ちょっとアクセスしやすいようにしてみます。はい、ですね、まあ一応こういう風にパネルを外して、まあもう接着面もね、全部取り除いた状態になります。まああとはですね、これを、まあ、次回の動画で、まあ、どこまで綺麗にできるかちょっとチャレンジしようかなって感じで、はい、これからやっていきます。
はい、ではここまでご視聴ありがとうございました。また次回もですね、よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。